こんにちは。こんにちは。こんにちは。カール・フォン・リンネの村松と申します。谷と申します。今回どんなことをするんですか？今日は、カール・フォン・リンネで今ワークショップのを企画しています。で、あのワークショップとは、この昔ながらの手編み機を使ってこうジャージャーってこの機械を左右に動かすことによって、まあ、マフラーだったりスヌードを作るワークショップになります。で、今日は簡単にはなるんですけれども、あのワークショップでどんなことをするのか実際にご紹介しようと思っています。オーバーストール、これも本当贅沢にかなり分量あるんですけれども、まあ、肩にかけるのはもちろん、まあ、首に巻いてもいいですし、はいはい、まあ、本当ねカバンに入れておくとね、寒い時にちょっと羽織ったりするだけでもすごいあったかいアイテムになります。そうなんですよ。でもすごいふわふわでめちゃくちゃ軽いしあったかい、はい、そういうものをこの手編み機を使って編みます。はい。でまずこれの色を決めていただきます、はい、色は9色あるので、この9色の中から1色好きな色を選んでいただきます、はい、でお色は何色にしましょう。色はベージュでベージュでお願いします、はい、ではベージュで編みます、はいはい、でもすでに編み機の方にはもう糸のセッティングだったり難しいことは私の方でするので、参加してくださった方はこれをもうひたすら編んでいただくっていうような形になります。ちょっとセッティングしますね。で、あのこのワークショップで作る、スヌードだったりストールなんですけれども、この昔ながらの編み機を使って編むことですごくゆっくりと、まあ、空気をいっぱい含んで編むことができます。でそれによって、普段なかなか見ることができないぐらいもうふんわりあったかい、ニットアイテムができるという特徴があります。なるほど、はい、で原料もあのカシミヤなんですけれども、カシミヤの中でもホワイトカシミヤって呼ばれる、あのもともと生まれながらにして白いカシミヤヤギの子たちをの毛をくし歯でこう手作業で集めた毛を使って、もう本当に柔らかいところだけを使っている毛糸になるので、非常に原料もあのいいものを使っているので、なるほど、軽くて温かいものができます。はい、私はあの編み物初めてなんですけれど、はい、大丈夫でしょうか？もう絶対にできますなるほど、はい、ただ、今から編んでもらうんですけれども、はい、ちょっとねそのいっぱい体を動かすことにはなるかもしれないので、はい、ちょっとそういう心構えっていうことと、なるほどですね、あと手の周りとか、はい、あの袖がすごい膨らんでる服とか、あのネックレスの長いネックレスとかブレスレットがあると、うん、編み機の中にこう入っちゃうと危ないので、そこだけあの外すようにご注意ください。はい、はい、じゃあちょっと袖をまくっておきます。あ、はい、でちょっと難しいところだけ私の方でやりますね。はい、という感じ。はい、今のでこの編む作業が進んでいるんですね。はい、あ、そうなんです。1段編みました。へ、こんな感じでね、今このベージュの色で1段だけ編んでいるんです。はい、こんな感じ。なるほど、はい、1段だけ今編みました。はい、でこれを今から、はい、何段だろうちょっと待っててもらっていい600段だったかな。村松さんがいなくなりました。はい、ありがとうございます急に出番が来たカール・フォン・リンネチームの、はい、グラフィックデザイン担当してます谷と申します。よろしくお願いします。急に今日ワークショップさせていただけることになって、ちょっと私にできるかちょっと不安ではあったんですけれど、絶対大丈夫ということなんで。いいですか？はい、でこっちにゆっくりどうぞ。
はい。でストップ。はい。この手編み機っていうのは、はい、針がいっぱいここにこう並んでいます。うん、でこの一個一個の針にこうベラがついてて、このベラが糸をこう掴むことで、はい、こうループを作っていく、このそのループが連続して作られていくことでニットが編まれていくっていうような仕組みになってます。これをまた動かしてもらって、はい、まあ、一段一段編んでいく感じ。あ、でもうちょっと、もうちょっと行ってください。で、ストップ。はい。ここがちゃんと、そう、通り越して、超えて、超えてってことですね。超えて、カチッって言ったら、また戻るみたいな。はい、じゃあ、行きます。はい。はい。これをじゃあ。これを、はい。すごい。こう、少し最初力がいるんですけれど、はい。まあ、全然、滑らかに。そうですね、結構うちワークショップよくやるんですけど、はい、小学生の方もご参加することもあります。なんかこのカチカチカチっていう音も気持ちいいですね。ここはね、後でほどいてしまうので。なるほど。とりあえずほどけなくしただけです。お、なるほど。で最後、はい、これをじゃあ編んでください。はい、はい、これを動かしたりですね。いきます。はい。はい。外れると。すごい。出ました。これがね、まだガサガサしてるんですけど、はい、わざと今スカスカに編んであって、これを糸始末した後に、加工して洗って、洗う、縮めて、はい、そうすると最初見ていただいたようなこんなふわふわになります。へえ、あ、これ一緒なんですか。そう、同じものなんです。なるほど。そうで、最後輪っかにもする感じですね。そうですよね、スムードだから。はい、これでもつなぎ目わかんないですね。つなぎ目がわからない、はい、ちょっとしたテクニックを使ってます。へえ。つなぎ目がわからないこのテクニックも、うん、多分というか間違いなく一般のニット製品では見ることができない技術ですね。うん、楽しみです。そう、どこにもつなぎ目がないスヌードなんです。すごい、初めて編みました。じゃあこれをすごい、初めてのニット作品として、はい、見せてもらっていいですか。はーい、まだガサガサですよね。そう、ちょっとこの編み目が大きいんですよね、透けてるんですよね。これが洗うと、洗い加工でこのふわふわニットになるっていう、それが出来上がり。これ出来上がりです。ちょっと色がね、今は違うんですけど、すごい。こっちはもうほんとふわふわで、使えば使うほどどんどんふわふわになってくるので、例えば、まあ、来年再来年はね、もっと生地もちょっと厚くなって。なるほど。なんか育つんですね。あ、そうなんですよ。糸が綿の状態に戻ろうとするんですよ。なのでね、ふわふわになるんですよ。で、なんで、綿の状態に戻ろうとするかっていうと、はい、優しく編んでるから、はい、無理に負荷がかかってないので綿に戻ろうとして、でふわふわになっていくっていう。すごい、はい、それが秘密だったんですね。そうなんですよ。糸って捻子されることで強度を増して編むことができるんですけど、そのつまり捻子がないと編めないんですよね、はい、弱すぎてふわふわだけど、はい、でもその捻子がまあこう回捻っていうんですけど、捻子がこう柔らかくなってきてどんどんふわふわになるっていう、そういうニットです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以上です。はい、じゃあ、まあ、こういう感じでワークショップが、はい、できるよと。そうですね、いうことですね。はい、時期的なものはあれですかね、また私たちの SNS 等で。そうですね、告知していくっていう感じですね。はい、わかりました。じゃあ楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カルフォンリネでした。カルフォンリネでした。ありがとうございます。それではさよなら。さよなら。